場のご来店でババロア無料サービスだってよ。でもここ蕎麦屋っすよね。ババロアって行くしかねえべ。あの左遷、俺今から埼玉スタジアム行くんで。え、何しに？あ、サッカー見にルヴァンカップ決勝なんで。いやいや、ちょ、ババロアだぞ。おめえババロアよりそのなんだっけ、ルヴァンカップっす。そう、それの方が大切だっていうのかよ。はい、よし。待て待て、即答。ちょ、想像してみ。ほら、ババロアのあのブリュンブリュンの食感、そして口の中に広がる濃厚なそば粉の匂い。それでもおめえはそのルスバン電話サービス、ルバンカップス、そう、それの方が大切だって言うのかよ。はい、よし。待て待て。てか間に合うんじゃないですかね。ババロア食べてからそれに行っても、何でしたっけ、仏壇キャッチ、ルヴァンカップです。名前が変わって結構盛り上がってるんですよ。わわわ、ルヴァンカップに出る浦和レッズの牧野選手とガンバ大阪の井出口選手っすよ。ちょ、マジか。皆さんもぜひスタジアムに来てくださいね。はい、はい、ババロア食べてルヴァンカップ。あ、ババロアは食べるんだ、ルヴァンカップの前に。